エリビラー・サフィプザドフ・ナナビウリナは、ロシアの経済学者、政治家。ビクトルズ・プコフ内閣、ウラジーミル・プーチン内閣の経済発展貿易省、経済開発省、大統領補佐官を経て、2013年6月13日から、第6代ロシア連邦中央銀行総裁。バシコルトスタン共和国、ウファ出身のタタール人。1963年10月29日。 バシキール自治共は国ウウファに生まれる。父サフィプザダ・サイトザダ・エビチは運転手。ウファ第31高等学校で優秀な成績を収め金メダルを受賞した。1986年モスクワ大学経済学部を卒業する。1990年モスクワ大学国民経済、経済思想史専攻。1989年には、 ナビウリナを含む4人の共同研究で、阻害された労働、過去と現在を発表している。1991年経済改革に関するソ連、科学産業同盟委員会常任委員会理事会、主任専門官。1992年ロシア、産業化企業化同盟理事会経済、政策担当主任専門官、コンサルタント。1994年ロシア、 産業化企業化同盟専門研究所顧問。同年ロシア経済省に移り、経済改革部次長、経済規制部長。1995年経済改革部副部長。1996年経済改革部長、ロシア経済省幹部会員。1997年ロシア経済省次官。1998年プロムトルグバンク、取締役会副会長。 1999年ユーラシア評価サービス幹部、取締役、戦略研究センター副理事長。2000年ロシア経済開発貿易省、第1次官。2003年戦略研究センター理事長。2007年9月24日、ビクトルズ・プコフ内閣が成立すると、ゲルマン・グレフの公認として、経済開発貿易大臣に任命された。グレフは、 サンクトペテルブルク出身の自由主義改革派に属し、法人税の税率引き下げや土地の私有と売買の自由化など、経済改革を推進した。このことが国家統制を強めるウラジーミル・プーチン大統領を頂点とする白引きとの対立を生んだと観測された。2008年5月12日に、経済開発貿易省が経済開発省に改組されると、 初代経済開発大臣に就任した。2012年5月22日、プーチン大統領が再登板すると、ロシア連邦大統領補佐官に任命された。2013年3月12日、ロシア連邦中央銀行総裁に指名された。2013年4月9日、ロシア連邦議会会員国家会議は、ナビウリナの総裁就任を承認。 6月24日付で正式に就任した G8 諸国では初の女性中央銀行総裁であるナビウリナは銀行金融政策面での経験が浅く前任のセルゲイ・イグナチェフに顧問就任を要請したまた同様に経済開発貿易省経済開発省が長く金融政策の経験の少なさから経済界アナリストはプーチン大統領が 金融緩和圧力を強め、ロシア連邦中央銀行の独立性が損なわれるのではないかと指摘する声もある。イエール・ユニバーシティ・プレジデント・レビン・アンウンセス。セレクション・オブ・2007イエール・ワールド・フェローズ。イエール・リヌズ。2013年12月5日閲覧。ぜ、ぜ、ロシア新聞。2013年12月5日閲覧。ぜ、ぜ、ぜ。 FLB2013 年12月5日閲覧。税、ファイ。レンタ、RU2013 年12月5日閲覧。税、ファイ 24.092007N1259 リバース、ファイ。ロシア連邦大統領府。2013年12月7日閲覧。税、ファイ12.052008 n 747税、ファイ。ロシア連邦大統領府。 2013年12月7日閲覧。税税ファイ 212012N674 ロシア新聞2013年12月7日閲覧 RINO ボスチ2013年12月7日閲覧税フォーブス2013年12月7日閲覧ファイ、ファイ9.0420131993から6税税 ファイ。国立法情報システム。2013年12月7日閲覧。2013年12月7日閲覧。ただし、ロシアは、経済力の大きさから先進7カ国財務省、中央銀行総裁会議のメンバーではない。次期ロシア中銀総裁に、大統領側近のナビ売りなし、金融緩和観測強まる。ロイター通信。 2013年12月7日閲覧。ロシア中銀、ナビ売りの大統領補佐官の次期総裁就任で金融緩和に向かうか。ヤフーニュース。2013年12月7日閲覧。ありがとうございます。